新道、日本に寄付をした女性韓国芸能人5000。前回は日本に寄付をした男性韓国芸能人を紹介しましたが、今回は女性韓国芸能人を紹介していきます。そして前回の寄付対象はほとんどが東日本大震災に対してだったこともあり、長年活躍している韓国芸能人ばかり紹介する形になりましたが、今回は最近話題となった人物や現在日本で活躍中の方もいるのが前回との違いです。それでは女性韓国芸能人5名を紹介していきます。日本に寄付をした女性韓国芸能人、ソダ。韓国の人気女性 DJ でインフルエンサーの DJ ソダさんといえば、2023年8月に大阪で行われた音楽イベントに出演した際、一部の観客から胸などを触られる被害を受けたと訴えたことが報道され、連日話題となった方です。しかしそんな騒動に遭いながらも能登半島地震の発生を受けて寄付してくださったようなんです。2024年1月5日に一般社団法人ビースボートに100万円の寄付をしたソダさんですが、しかしこの時の領収書の画像を自身の SNS に投稿したことで感謝の声が上がる一方で疑問の声も上がり、こちらもまた話題となってしまいました。このことについてソダさんは、私が寄付領収書を SNS に投稿した理由は寄付を流行させたいからであり、金額は重要ではない、多くの人々が寄付に参加し簡単に参加することが重要だ、それで私はいつも寄付領収書を SNS に投稿してきたのと説明しています。さらに私が寄付したところはインターネットに出ているところの中でランダムで一つを選択したの、絶対に私とその寄付したところは何の関係もないのに、どうしてまた変な陰謀論を企てるの？前にも言ったように、私がそんな目に遭ったこととは別に、私が日本を好きな心は変わりないから寄付をしたの。しかしあなたたちは今回も私が寄付をしたことに対してまた変な陰謀論を企んでいて本当に怖いと寄せられた批判の声に対して本音を漏らしています。寄付してくれたことに感謝するのではなく、何かしらあらを探して悪者に仕立て上げようとする人がいるというのは悲しいことですね。このことで善意から寄付をしようと思っていた人たちが寄付するのを思い止まってしまったとしたら、被災地にとっても日本のイメージにとってもマイナスでしかありません。からといえばヒップダンス振り付けが特徴の曲ミスターにより日本でも大ブームになった韓国の女性アイドルグループですが、彼女たちもまた東日本大震災の際に寄付をしてくれました。カラが日本で本格的に活動を始めたのは2010年からですが、日本で CD デビューを果たしてからは音楽番組やバラエティ番組、 CM 出演と大忙しとなり、彼女たちと少女時代の存在が K-POP ブームの火付け役となりました。日本での活動を始めてわずか1年後には出す作品すべてが1位となり、 CM やドラマにも出演もしていた彼女たちでしたが、一方でグループと事務所の間では報酬面での問題を抱えていたようなんです。日本でこんなに忙しくしている中、韓国ではメンバー3名が事務所との専属契約解除を申し出ていたんです。そんな中で起きたのが2011年3月11日の東日本大震災でした。当時さまざまな問題がありながらも、彼女たちは2011年3月18日放送のミュージックステーションに生出演することが報じられていたのですが、東日本大震災が起きたことで韓国政府が日本を旅行留意地域に指定したことで、カラは来日を取り留め出演も中止となってしまいました。
そんな苦しい状況の中で、彼女たちは被災したファンに向けて、日本の皆様、そして被災地の皆様へ心からお見舞いとお悔やみを申し上げます。ゆかりの深い日本での出来事に胸を痛めております。訪日を断念しましたため、直接お見舞いを伝えることができず、大変残念に思っています。少しでも皆様のお力になれるよう支援いたします、というグループとしてのメッセージと、メンバーそれぞれの手書きのメッセージを公式ファンクラブサイトに載せるとともに、発売予定だったシングル「ジェットコースターラブ」の収益を全て地震被災者に寄付すると発表しました。そしてメンバーの国原さんに至っては、事務所にも内緒で個人的に1億ウォン、約720万円を寄付しています。彼女は当時まだ20歳になったばかりという若さでしたが、発売予定だったシングルが発売延期となったことで、収益金の寄付が先送りになるという状況を見て、自らコツコツと貯めていたお金を寄付することを決めたそうです。その当時、2010年1から6月のメンバー1人当たりの報酬が月14万ウォン、約1万円しか支払われないことに関して事務所と揉めていたというのに、その後報酬が支払われたのだとしても1億ウォンという大金を寄付するなんて、本当に頭が下がりますね。キムテヒ、チェジウさん主演の人気ドラマ天国の階段での悪女役や、イビョンホンさん主演の大作ドラマアイリスのヒロイン役などで知られるキムテヒさん、日本でも CM に出演したり、西島秀俊さんと共にドラマ僕とスターの99日で主演するなど馴染み深い女優さんで、韓国を代表する美人女優としても広く知られています。一方でスイス親善文化大使と特度愛キャンペーンを行ったことにより、反日女優というイメージもあり、この問題により抗議デモが起きたり、批判が殺到し、 CM 出演記者会見が中止されるという問題も起き、参議院法務委員会で片山さつき議員により問題提起されたこともありました。そんな高い人気を誇る一方で、アンチも多いというキムテヒさんですが、東日本大震災の際には日本赤十字社に700万円、1億ウォンの義援金を寄付しています。キムテヒさんは、日本は好きな国、今後も日本で活躍したいと発言している一方で、領有権が争われる竹島は韓国領土であるとアピールする特度愛キャンペーンを行い、特度は我らの領土と書かれた T シャツまで着ていたというのは疑問でしかありません。パクシネ、2009年のドラマイケメンですね出演により、日本でも人気となったパクシネさんは、ドラマや映画への出演のみならず、モデル、MC、バラエティ番組出演、音楽活動とマルチに活躍してきたトップ女優です。一方で2011年21歳の時から飢餓対策広報大使として、飢餓対策キャンペーンストップハンガーに参加するようになり、以降は募金活動や災害チャリティ、自身の母校への寄付など様々なボランティア活動を行ってきました。韓国での船舶沈没事故やネパールで起きた地震、火災の被害者や家計が苦しい人たち、山火事の被災者やコロナウイルスの影響で生活が困窮している低所得層の児童たち、集中豪雨の被災者などに寄付をするなど、その活動歴は10年以上に及ぶそうです。そんなパクシネさんは、日本で初めて行ったファンミーティングの際にも募金活動を行ったり、ソウルで行われた韓日文化交流チャリティーイベントに出席し、東日本大震災で最も被害の大きかった石巻市の中学生たちと交流するなど、非常に熱心にチャリティ活動に取り組んでいます。チェジュ、ペヨンジュンさんと共に冬のソナタで韓流ブームを起こすきっかけを作ったとされるチェジュさん、ドラマ美しき日々や天国の階段など代表作も多く、
泣きの演技が得意なことから涙の女王というあだ名がつき、ファンの間では治癒姫と呼ばれている韓国を代表する女優の一人です。日韓共同訪問の年の韓国代表の広報大使に任命されたり、韓国、日本、中国で共同制作した101回目のプロポーズのリメイクドラマに主演し、竹野内豊さんとドラマロンドにダブル主演するなど、第一次韓流ブームの頃より日本と関わりが深い女優としても知られているチェジュさんですが、東日本大震災が起きた際には震災被災者への義援金として2億ウォン、約1400万円を大韓赤十字社に寄付し、今この瞬間にも助けを待っている人がいると思うと胸が痛むと、被災者に対し哀悼の意を表明しました。韓国の東日本大震災の対応に関しても、過去に朝鮮半島が日本の植民地支配で被害を受けたという歴史よりも、苦痛を受けている人に対する普遍的な人間愛を示すよう訴え、韓国民に支援を呼びかけたそうです。後に東京電力福島第一原発事故で避難を強いられた福島県飯舘村の人々が暮らす福島市の仮設住宅を訪れたチェジュさんは、皆さんの明るい笑顔を見て安心しました。少しの時間ですが楽しんでくださいと、エプロン姿で韓国料理を振る舞ったようです。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回紹介した方たちは自身も問題を抱えている中でも日本に寄付をしてくださったという方や、寄付したのにもかかわらず避難をされた方もいらっしゃいました。いろんな考えや思惑から寄付をしたとしても、その善行を貶めるような言動をする方がいるというのは、寄付をされた側も気分がいいものではありませんよね。皆様のご好意に感謝いたします。